はい。ナブです、えー。今回なんですけれども、サムライマークハント VS ミノアマン Z の試合について感想を言っていきたいと思います。試合結果はですね、えー、1ラウンド、サムライマークハント選手の提供勝ちでした。おめでとうございます。いやー、めちゃめちゃ、うーん、悔しいというか、なんというか、本当に、もうね、ミノアマン選手が勝ってるところをね、会場でパフォーマンス最後あるんですよ、終わった後に。それを見たかった。 やりたかったんですけどねやっぱ入場めちゃくちゃかっこいいしもう本当始まった瞬間もう打撃って感じで、うん、全然もう年齢の衰えを感じないぐらいのパンチのスピードだったり力だったりしたんですけどやっぱこう込みついての展開ってなってくるとやっぱそこのまあ何て言うんですか体もでかいですけどね結構胸筋とかもまあ筋繊維のラインとかも見えたりして 筋肉あるようにパワーあるように見えるんですけどやっぱ年齢的な衰えってところでコントロールされちゃったりしててまあサムライマーカンチ選手もね決める決めれたと思うんですよもっと早くサッカーボールキックとか打ったりしてもうレフェリー止めれるような技を打てば終わったと思うんですけどそこしないでそこせずにパフォーマンスで終わらないようにしっかりパウンドに切り替えてくれたのかなって私は思うんですよねそれで まあ、ミナーマン選手が動ける、動けるんだったら動いてみろみたいなような、そういうパウンドだったのかなって見ててなんとなく思ったし、それでもやっぱ、こう動くのがきついミナーマン選手っていうところで、まあ終わった後レフェリー側、ミナーマン選手はレフェリー側とミナーマン選手が、え、なんで止めたのみたいな感じになってましたけど、 もうあれは止めますね、うん。時間の問題だったんじゃないかなと思います。あれがサッカーボールキックとか入ってたりしたら、それこそ危ないし、踏みつけだったりしたら、ヘビー級で踏みつけなんて来年ぐらいですからね、解禁してるの。もう USC とかだってやってないですよ、人死ぬから。うん。だからね、そこ、まあ、よく本当にレフェリーも止めてくれたなって思うし、マーカンツ選手も、 ま、手加減じゃないですけど、しっかり向き合ってくれたのかなって思いましたね。うん。まあ、今後があるのかどうかわかんないですけど、ちょっと身体考えてくれると、ファンとしては安心かなと思いましたね。ということで、お疲れ様です。